皆さんにおいでいただきました、去年と違った、お店のファスナー通りますよ、大丈夫ですかということで、今年から本当の金丸様のお祭りにしていきたいとマイクロンもお宮も考えてます。まずクエスチョンです。皆さんはなんでこのお祭りにおいでをくださったんですか。なんでこのお祭りに来たんでしょうか。クエスチョン、さあ考えてください。